このコーナーは日本で活躍する外国人や世界で奮闘する日本人にスポットを当て、世界各国の旬な情報を日本のリスナーの皆さんにお届けするコーナーです。本日は日本国内初のアジアアジアご出身の議員として現在、江戸川区議会議員でいらっしゃる与儀さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします、はい。それでは自己紹介をお願いします。 自己紹介ですか。はい、もうみんな知ってるんですよ私のこと、はい。有名ですから。<laughs> <laughs> えっとまあまずインド出身で、はい、まあ西インドムンバイ近辺に生まれて。はい 実は名前が長いんですよ。あの苗字はねプラニックプラスチックの肉ではないんですよ。はいプラクです。でそれからあの下の名前は陽元ドラと言いますけれども長すぎて実は生まれた頃からおそらく生まれた頃からだと思うんだけどみんなよぎよぎって呼んでくれたんですよ。ああそうなんですね。日本に来てからではなくても現地で生まれた頃からよぎさその時からです。はいそうですか。日本人にとってもとても覚えやすい。 そうですね、ヨガやってるヨギというふうにはね、ただね、ちょっと言っておけば、2012年に国籍取ったんですけど、その時まではヨギはカタカナで書いてたんですけど、なんか国籍を取ると時に、ちょっと心中が変わったのか、ひらがなで書くようになったんですよね、今、名刺いただいてるんですけど、ひらがなでヨギさん。とても覚えやすいですね。 はい、それではえ現在に至るまでのご経歴をちょっとお聞きしたいんですが経歴ですがえまず学歴の方は大学は物理学と三次元数学という、うん、ちょっとあまり皆さん知らない専攻を持っていたんですけれども途中から経済学部に編入して、はい、つまり、ね、三次元とか物理とかどこに応用性があるのかな日常の中でというのはすっごい迷うようになっちゃって<ー>で経済学に。 え転校編入してそれで修士を修士課程を卒業しましたでそれと同時にまあ IT もえっと学位を取って、ええええ、あと,、えーとまあ、大学に入った頃から日本語学科も通うようになって、はい、まあ日本語の学士号も一応持っています。すねうん、はい それから勉強する過程の中で、まあ、日本にも留学して、まあ、あとフランスとか中国も留学をした経験があります。99年に日本であの長期留学をしたんですけれども、はい、あの国費留学ですけれども、うん、その後二2001年に実際に IT 企業の。 えー、まあ社員として、うん、あの日本に来て、えー、まあ社会人として来ました。はい、でただあのその後まあ結婚とえっ、ー、と子供が生まれて2002年を <laughs> は一旦インドに帰ったんですけれども、また2003年に日本に子供を連れてまあ戻ってきて、今に至るという感じです。からはずっと日本にいらっしゃるんですね。そうなんですね、はい。ずっといます。そす、はい、その後日本ではどのようなお仕事をされてたんですか。あ、えっ、ー、とその後まあずっと一応2009年ぐらいまでは IT ですけれども、その後ま2010年にまあみずほ銀行にえっと転職をして、でそしてまああの昨年。 まあ最後というとまあ楽天銀行のまあ一応企画本部の副本部長というふうにまあ仕事をさせていただいて、うんはい、で最後はえその去年の地方選挙に出て江戸川区議会議員になりましたそうなんですね、はい、まあ日本でもまあその前からですけれどもすごいご経歴をお聞きしましたが一番気になるのはやっぱり現在の活動なんですけれどもどのようなことをされているんでしょうか、はい。 現在はね、はい、まあ本当に今までね普通に会社やってきてその時からもう全然生活ががらりと変わってしまって月曜日から金曜日はもちろん仕事はあるんですけれども土日ももう自分の土日ではない <laughs> なので<う>まあ基本的に、まあ、人と会う時間がとても増えたし、えー、あと公務ということで、まあ、イベントにたくさん出たりとかえというのがあって、まあとかあのできる時にも。 駅活動とかね、ねというのもやってますし。はい、ええと、まあ、そういうふうに、まあ、結構、まあ、あとインタビューが多いな。今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。<laughs> あの、で、そんな中で、やっぱり人と会う時間が増えたので、正直。はい、本当に一人でいる時にも、最近は瞑想と、それから熟考。うん、まあ、英語で言うと、うんうん、メディテーションアンド。コンテンプレーションという難しい言葉なんですけど。はい、えっと、私の母語で、実はもっと綺麗にち、うん とマナンという言葉なんですけれども、うんはい、最近はねやっぱりこの仕事をして自分は結果的に何を求めていきたいのか、はい、何が本当の課題で、ええー、何が本当にそれに対する正解なのかということをすごいこう考えさせられているような気がします。すいません難しくて。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、え日本国内でも初めての議員、はい、あの外国人の議員さんアジアご出身の。はい とということなんですが、はい、な,なぜ、ヨギさんは日本の,その政治に関わろうと思った何かきっときっかけがあったと思うんですけれども、はい、どういううういい思かからだったんででしょうか、はい、そうですよね、まあ、まず政治家になるって言ったらみんなお前、アホかって言われて <laughs> もう銀行員やっててお給料も良くて <laughs>、うん、なんでこんなリスクを取るのみたいなすごい意見があったんですけれども、はい、ただあの、どうしてもやっぱり行政を見てやっぱり日本の今の政治を見てあの、まあ、それから日本の 国国内の外国人が増えてていいくっていうやっぱり現状を見てやっぱりそのいろんなところで外国人の受け入れ問題とか差別問題とか職場での受け入れ問題とかそういうのを聞いているんですけれどもやっぱり行政と政治の中に 当事者ががいいいないっていう気がしたんですよね、はいはい、だそういう意味でやっぱり当事者として一人まあそのなんていうのかな多文化共生の多文化共生に向けての壁をずっとこう経験してきたそしてそれを壊そうとしてきた一人としてやっぱり政治に出ようと思ったわけです。何を、はい 外国人は何を求めるのかうん、うん、それから日本人はそ何が嫌とかそういうふうに感じるのか壁を感じるのか、うん、それも大体理解はしてきたのでそれを正しく伝えていきたいと思っています、うん、あなるほど、はい、あのテレビでもねあの、はい、そういうインタビューなり、はい、ご出演されて、はい、あの発言されているということですけれども。はい えでもあのやっぱり外国人として日本の政治に関わるっていうのは大変なこととかすごいあったと思うんですけれど、はい、まあ実はねまだそんなに実は政治の世界はまだそこまでバッシングは受けてなくてあのあとは基本的に私どっち側かにつくみたいなことは左なのが右なのがみたいではなくてどっちかというと政治を実はこう 職員みたいいにやろうとしていますちょっとビジネスマンみたいにつまりこれが課題なんだけどじゃあ本当のその原因は何だろうっていうのはその原因分析の方法をこう話し合ったりそしてその分析をしていけばじゃあ最終的にこういうところに答えが出てくるっていうのをやっぱりそういうのを示したりそういうのをできるだけ本当に第三者みたいな感じで課題を見つめる。 ということを実は今話そうとしているんですよそこはあまり私も変な議論に入りたくないし、えー、正直問題解決してみんながハッピーになるっていうことで、うん、で,きてできたらそれが自分の成功だと思っていますので,、はい、でただ、あのー、大変なことをおっしゃると正直。 あんまりこうプレッシャーを溜め込まないタイプです。はい、あの何でももう受け入れて、はい、次に進めるみたいな感じですけど、はなんだろうね。あと何のことを話せばいいのかな。子育てとか？そうそうですね。日本で子育てされてたんですよね。そうですね。はい、お子様が本当小さい時から、はい、で、まあそれもあのあの実はあのシングルパパとして2003年から子育てしたんですけれども。 あのやっぱり私はね、全然不可を感じたことないですああです,すごい楽しく子育てをしてあああの自慢話だけど、やっぱり子供を泣かせたことは一回もないです。 でそれはなぜかというとさっきの話に戻るけど子供は何を必要としているかっていうのを理解すればそれだけ答えていけば十分なんですよ。なるほど課題を見つけて解決していく、はいはい、同じですね。はい、子供が何を必要するかっていうのは分かれば全く泣かせることはないと思います。はい、なるほどあのはい参考にします。はい、<laughs> であとはあとはねやっぱり会社でこうやっぱり外国人だからちょっと受け入れてもらえないとかそういう時もありました。うんうんうん 昇格しないとかポジションもらえないとか本当はリーダーになってもいいんだけどもっと指導できるのにやっぱりそういうポジションを与えられないとかっていうのはあったんだけどそこは私も負けるタイプじゃないのでやってきたつもりですそんなヨギさんの今後のご活動展望っていうところは今後の展望ですか。今後の展望としては やっぱりねあの、えー、とまずその行政に、えー、これから、ね、真面目にまあ関わっていきたいやっぱり、うん、え本当にプラスの政治をまあしていきたいなというふうに思います。はい、えとっていう言葉を発信してうん、うん、でそれプッと言っちゃった言葉をすごいみんなあの受け入れてくれて、うん、まあ本当にあの日本の政治の考え方というか思考回路というか、うん、まあそれを。 あのこう変えてちょっとやっぱり、はい、何かっていうと、うんまあ、いこのアウトオフボックスっていう、まあ、ちょっとそのいつもの枠からちょっとはみ出たみたいな考え方をするっていうのは少しなくて、はい、やっぱりみんなこうリスク取るのは怖い怖い、うん、でも別に何でもリスクっていう話ではないので、うん、ちゃんと分析があってちゃんと結果が出てるんだったらそれをやってみて。 多少間違ってもやり直す、うん、というのはあの全然できるので、はい、何もないよりはそっちの方が、うん、まあいいと思うんでやっぱりそういう思考回路をちょっと変えていくようにまずはやっっぱり考え方を提示してていいいいきたいなとううふうに思っています実際に何か変えるというよりも人の考え方をちょっとか、はい、変えるよう変えさす、うん、なんていうのかな。 が変わるように、ちょっと努力してみたいなというふうに、ええー、と思っています。で、あと、やはり、あの。 私からおそらく求められているのは多文化共生だと思うんですけれどもまあそれはね結構間違ってる人がいますそれは外国人のためだみたいな思ってる人たちがいるんですけどそうじゃなくてこの国に来る外国人がハッピーであれば日本人もハッピーになるお互いのためですからやっぱりそこはその当事者意識をもっと強く深く高く広く持たせていきたいなっていうで当事者というか角度のこう意見をやっぱり こう伝えていきたいなというふうに思っています。はい。はい、ありがとうございます。はい、え、それでは、え、最後になりますが、これを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、メッセージですが。はい。あの、まあ、今日は実は、あの、えっ、ー、と、三通りのメッセージを。はい、あの、三つのメッセージを伝えたいと思うんですけれども、はい、そのうち、まず一つは。 えやっぱりあのえ日本のね政治への日本人の皆さんの政治への参加はだんだん減ってるのかなという気がしていて政治に興味持たない若者とかも多いんであそこの大学生も持ってるのかなどうかな <laughs> でやっぱりね高校生大学生からちゃんともう政治にみんなあのみんなに本当にあの参加してほしいなとでやっぱりまあ政治っていうのはやっぱり住民と国民がやっぱり幸せになっていくで一人一人が幸せになるっていうことなので。 やっぱり政治が偏っていればそれ偏らせないため、うんえー、やっぱり皆さんがそのチェック機能としてね,ねやっていくべきだというふうに私は思ってます。うんはい、それから二、えー、つ目は、えっ、ー、と、はい、やっぱりまあこの多文化共生というもしあの私に期待されるテーマであれば、はい、私はまあこの点はやっぱり災害対策と同じように三、うん、つのその自上と協上と、うん 向上というのという3つの言葉にやっぱりフォーカスしてやっぱりその日本人も外国人もお互いの言葉を習うとかお互いの文化を知り合うとかいろんな形で個人的に交流するっていうのはやっぱり事情っていうのをやってもらいたいそれから例えば町内会とかで外国人を受け入れるためのやっぱりいろんなイベントとかちょっとした ななんていうのかなこう交流会みたいのをやったりとかねそういうのをやっぱりいいいう形ででやってもらいたいですね、はい、それから工場になるとやっぱり行政とか政府とかの方でやっぱり外国人の問題は何なのか例えばそのまあ働き場の問題とかえの技能実習生とかも今騒がれているじゃないですか、はい、だからなぜそれが騒がれていて何をしたらうまく解決できるまあ当事者も入れてちゃんと入管の問題とかそれからそういう ビジネスライフのことの研修を受けさせるとか言語の研修をもっと増やしていくとか、はい、えー、そういった、うんえー、ようなねあのいろんなまあ各方のことをまあ向上という形でやっぱり政府にまあやってもらいたいですね。はい、あと三つ目は何でしょうかね。はい、はい、今様が出ている。うん 問題ですね。はいコロナ、はい、はい。まあコロナについてあのぜひここで伸ばしておきたいんですけれども、えー、やはりあの今世界中見てっても,も本当にひひははです。アメリカもイタリアもイギリスも。 でその中でやっぱりまあインドとかです、ね、あとシンガポールとかあの今,今になってまあイタリアとかイギリスもそうなんですけど本当に対策をかなりも国のレベルで強く打ってますのでその点、まだやっぱり日本はちょっと遅れてるかなというのは私は個人的に思いますだからシンガポールの総理も本当に例を見ながら、うん、日本も行政として早くステップ踏んでほしいですけれども、うん、やっぱりそれができるまでにはやっぱりあの皆さんにですね一人一人にやっぱり気をつけて。 やっぱり自分の身の回りのやっぱりはいまあ衛生とかですねそこをぜひまああの確認してあのまあ無駄な外出を避けて、ねね、まあできるだけ自宅勤務してあと買い溜めしないっていうのをやっぱり気をつけてほしいですねはいはい、はい、そうですねはいはい我々も今日はあの普通は あのここに集まる場所もあるんですけれども、はいはい、あのそこもちょっと気をつけながら、はい、やっております。ラジオをぜひ家の中でゆっくり聞いてほしいと思っております。はい。はい、えーと今日なんか部屋の中もここアルコール消毒やってましたね。はい。さすがですね。消毒、はい、換気を行っております。はい。さっきに、ね、私電車乗ったんですけど、ね、たくさんの人が乗ってましたよ。 あ、そうですか。もっと減ってほしい、減ってほしい。まだそうですか。はい。子供もマスクなしで乗ってたんですけど、うん、すごい心配になっちゃいました。すはい。そうですね。今日は皆さん本当に今週末特にあの、はい、国からも言われてますので、はい、家の中で過ごすということでね、っほしいですね。はい、ありがとうございました。えー、本日は江戸川区議会議員でいらっしゃるインドご出身のヨギさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 you